撤収が終わってね、これからね次のところへ行こうと思います。まあね、昨日はね、風呂からね帰ってきた後に、まあ雨降ってきたんで、まあね、ここから600メートルぐらいしかね離れていない、まあ、コインランドリーへ行って、それでね洗濯してきました。あ、もうね900円も使っちまったよ。その後ね、夜もね小雨がねパラついたりしていたと思ったらね、まあ普通に雨降ってきて、そしてね風もね今よりもね、今ぐらいか強くてね、まあ3時ぐらいにね風で起こされて、それからまあ寝れてないような気がしますが、まあいいか、一応はねあの中なんで大丈夫だったんですけど、まあ風がね多少弱くなるだけであって防げるわけじゃないんで、テントがねバッタンバッタンいってね、うるさかったですね。まあ、今日行くキャンプ場はね温泉で受付をして、まあその近くでしょうね、そこでまあ行けるんでゆっくりしようかなと思ってます。それにね予約なくて大丈夫みたいなんで、まあ、月曜が定休なんでそれ以外は大丈夫っぽいんで。まあ、今日はねこの辺りからねちょっとルートを回っていますがまあね全部ナビ任せですからね、あんまり分かってないんですけど、腹減ってきたんでね、まあ、途中っていうかねルート外れるんですけど、道の駅の方にね行こうと思います。どこにしようかな。刺身とかね肉とかねいろいろ揃ってるんでね、いっちゃいいんですけど、もうねバイクの方にね冷たいんでね。しかし寒いんだよな。もうテント張って寝ようかな。まあそれではねキャンプ場の方へ向かって、まあ、設営でも した後か、した後ぐらいにねのんびり考えようかと思います。結構山の中にありますね。ここですね。あ、向こうから入れたじゃん。ついな、到着しました。ではね受付して設営していきましょうか。雨の日はねあのキャンプサイトがなんかぐじゐぐじゐになるらしいんで、8時半だったっけ、まあ、ここが終わってからあの入り口のところに、まあ、屋根あるんでねそこに止めるっていう感じですね。あーちょっと泥っぽいな。雨の日はバイクは置けないな。とりあえずトイレが一つと、あとね炊事場があるんで、そしてホースとかねあるんで 泥汚れでもね余裕っていう感じですね。ちょっとね柔らかいというかね、まあ、走りにくい感じの地面にはなるんで、まあねそこだけがちょっと難点かな。設営が終わりました。とりあえずね今日はね滝を見にね行きましょう。まあ来た道をね、まあのんびり戻って、まあ、そんなにね距離離れてなかったんで、まあ、よかったかな。まあね、結構綺麗な滝らしいんでね行ってみようかと思います。晴れてきたおかげでねテントの中がね20度を超えてくるっていうね設営してちょっとね休憩してたんですけど、結構ね暑かったですね。一応ねもらったパンフレットじゃないわ、地図か、あれにねダイレックスとかね普通にねいろいろあったんで、もうわざわざね街中で買ってこなくてもよかったなって思いましたね。東洋のナイアガラって書いてますね。まっすぐでそぎの滝ね、はいはい。まあ一応公園になってるみたいですね。で目的地到着ですね。バイクどこでしょうか。
先入ればよかったな。はい、到着。まあ一応ね、ちょっとめり込むんですけどね、地面に。まあこれぐらいだったら大丈夫だろうな。